こんにちは。ラットスタイルのラットです。今日はですね、結構久しぶりの入会になりました。革ジャンですね。ファイングリーク&コーの2024年春夏のコレクションモデルをご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、こちらご用意させていただきました。はい、2024年春夏の、カーコート新作のモデルですね。キートンという、こちら、はい、モデルになっております。まあ僕自身もすごくカーコート、同ブランドの中でもすごく好きで、こちらですね、アロンゾじゃなくてアルカディア、はい、よく着用しているんですけれども、こちらね、結構オイリーで、本当にこう、最初から着やすい、うちでもこう定評のある革を使ったこの革コートなんですけれども、こちらですね、今回、採用されているこちらの馬革なんですけれども、1.3 ミリの、どちらかというと、この、アルカディアから、こう、オイル分を抜いたというかですね、まあ、こっちをベースに、オイル量を足したみたいな感じの、まあ、いわゆるこう、アルカディアの元って僕は言ってるんですけれども、まあ、この基礎にもなっているんじゃないかなという、割とこう、なんていうのかな、見てたとわかるんですけれども、こちらね、こんな感じ。こう、なんていうのかな、マットというか、ちょっと少しこう、カラッとしたような雰囲気も少しこう感じるようなイメージのですね、馬革なんですけれども、こちらをですね、使ったカーコートということで、登場しております。実際にね、こちらで比較して見ていただくとわかるんですけども、こんな感じで、なんかこう、オイルがこうある。ちょっとこっちの方が重たそうな雰囲気っていうのを分かっていただけるんじゃないかな、というふうに思うんですけれども、ディテール的にもですね、今回このキートンに関しては、まあ1枚ですね、両面1枚パネルで、ハンドウォーマーのポケットが今回はついているという感じになってます。まあ、アルカディアの方はですね、まあいろいろ本当にコマゴマとして、違いはもちろんあるんですけれども、ざっくりとしたですね、違いというのはこの切り返しになっているデザインから、まあ1枚の、スタイルになっているというところですね。まああとはチンストラップ等も、省略されているので、よりこう、スタイリッシュな、イメージで着用していただける感じの革コートが、登場したというところになってます。で、色味的にはですね、こちらブラウン。なんですけれども、僕のこのアルカディア自体はですね、ダークブラウンなので、少しこう色味の違いが分かりづらいかなと思いまして、こちら、アルカディア、こちらと同じレザーを使ったモデル、トップフィールドっていうモデルがあるんですけれども、こちらがですね、ブラウンのカラーになってます。もちろん、まあ、ブラウンとダークブラウンということで、個体差というか、色の差というのはあると思うんですけれども、またこうね、同じブラウンでも違った色味の、革をね、使った、ジャケットというところで、またこれね、すごく面白いんじゃないかなというかですね、着込んだ先の雰囲気っていうのをかなり見たいなというところなんですけれども、まあ、本当にこのキートン自体がですね、こう、なんとも言えないこの脂肪感というかですね、なんかこう、最初からこう、ヴィンテージ感のある雰囲気のこの、ジャケットなんですよね。で、サイズ感的にも、アルカディアより、少し、まあ、タイトって言ったらあれですけど、少しこう小さめの雰囲気なのかな、というところです。はい。まあ、肩幅等ですね。こちらが一応サイズ40で、38なので、またね、こう見た時の、大きな違いっていうのはあるとは思うんですけれども、こんな感じでですね、今回、ファインクリック&コーン2024年で、キートンがですね、登場しております。はい。まあ、個人的にも着用するなら、やっぱり、40で、まあ、いろいろこう、ゆったりと、したいかな、という感じです。まあ、まあ、サインクリックレザーズの方でも、ギルモアだったりだとかですね、まあ、アルカディアだったりとか、まあ、今、様々な、このカーコートって出ているんですけれども、どちらかというと、こう、カーコートというよりは、他のモデルもそうなんですけれども、テイラードジャケットのような感覚でですね、楽しんでいただける感じの、まあ、ショート丈のですね、こう、ざっくりと、着用していただける感じの雰囲気なので、ジャスト目で着用してもいいと思うんですけれども、まあ、個人的にはですね、中にいろいろこう、着込みながら40で、まあ、カーコートっぽくって言ったらあれなんですけど、そんな感じで着るのが個人的には好きだな、という感じです。一応コレクション展示会か、展示会に行った時にでも、着用サンプル撮らせていただいていてですね、その時はサイズ38を着用しているので、雰囲気と分かっていただけると思うんですけれども、まあ、T シャツ1枚だったら38でも全然いいかなという感じです。まあ、それはアルカディアも一緒なんですけれども、また着た時の感覚っていうのが少し、変わってくるのかなと、いうところでございます。このね、
川の雰囲気も比較してみていただけるとなんとなくこう分かっていただけるかなというところでございます。あと内ポケットに関してもですね、アルカデに関しては両側に内ポケット配置しているんですけれども、キートンに関しては、左側の胸にですねポケットの方が内ポケットがですね、ございますので、そういったところもまた違う部分なのかなというところでございます。でバックスタイルもですねやっぱりこう違くて、まあねこれ縫いというかこのステッチワークなんか見ていただくとなお分かるんですけれども、やはりねこちら、まあ、切り返しのこういったパターンになっているんですけれども、こんな感じですね。キートンも、ステッチワークこんな感じになってます。はい、またこのバックスタイルもこう違った雰囲気っていうのを楽しんでいただけるので、こういった差があってですねすごく面白いなというところでございます。はい、ということでですね、現状今、キートンの方が、本日入荷してまいりましたので38、40、42とですね、3サイズ今店頭の方にご用意させていただいておりますので、ぜひですね今からのシーズンすごいいいタイミングで入ってきてくれたのですね。まあ、春夏商品、もともとということで、少しね、お時間かかってしまって、申し訳ございませんでした。ご予約いただいた方にもですね、発送等を行っていただいているんですけれども、今ね、店頭の方で、フリーなんかもございますので、また、いろいろね、このアルカディアとの比較というか、まあ、アルカディアを実際このお持ちの方も、今回のキートンを頼んでいただいた方もいらっしゃったので、もうそれぐらい本当にこう、まあ、様々な違いなんかを楽しみながらですね、存分に愛して楽しんでいただければなというところでございます。はい、ということですね、手短ながら、早速ね、いよいよこうファインクリック&コーンの方から入荷がございましたので、ご紹介でございました。またですね来週もよろしくお願いいたします。